はい、憧れの時間です。初心者講座ですね、初心者講座、まあ中級ぐらいになるかもしれませんけど、スリーフィンガーというのがありますけど、こういう3つのね、この3本で弾くって、この3本で弾くっていうのがスリーフィンガー、代表曲としては22歳の別れとなりますね。感じあります。3本でずっと弾くという感じなんですけど、僕はいつの間にか4本で弾いて4フィンガーになってます。4フィンガーというのはやっぱりこのツンチャチャツンチャチャってやるときにこの3本でね弾きますよね。だから4本使うときがあります。小指はここでこう固定してますので、これをやるとね、結構かっこよく弾けます。例えばこの3本じゃこうなりますから、22歳の別れも、これがですね4フィンガーになると、音の出方もちょっと違うんですよ。この1弦を、中指で弾く音ですね、と薬指をちょっと違うんですよ。わかりますかね。ただこれをちょっとずらしていくだけです。一緒に弾くやつと、ゆっくりやると、タンランランラン、チャンタンタンタン、こういう練習をしとく。ずれてるわけですね。微妙にずれてる。これ一緒だったらこうなっちゃう。という感じで、この全部指を全部弾いた、なかなか面白い感じの、フィンガリングもできるんじゃないでしょうかね。はい、これもね簡単ですので、まあ簡単じゃないと思いますけど、慣れですのでね、頑張ってこの4フィンガーに挑戦していただきたいと思います。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ギター講座アコギの時間でした。ではまた。